ミルマス・カラスはメキシコのプロレースラー。サン・ルイス・ポトシー産、ルイス・ポトシ出身。日本では千の顔を持つ男、仮面貴族などのニックネームを持ち、ジグソーのスカイハイが入場テーマ曲に用いられた。学生時代からレスリングとボディビルに打ち込み、レスリングではメキシコ代表として1964年東京オリンピックの候補にもなった。 ボーディビルでは1962年にミスター・メキシコに輝く。1964年4月の仮デビュー後、大キャンペーンを経て、1965年7月16日にメキシコの大会場アレナメヒコにてデビュー。空手や柔道なども日本から遠征してきた渡辺定造から習った。1968年から1971年にかけては、 アメリカの NWA ロサンゼルス地区を主戦場に活動し、バディオ・オースチン、ザ・シーク、ジョン・トロスラを破り NWA アメリカス、ヘビー級王座を通算4回獲得。1969年11月21日には、ドリー・ファンク・ジュニアの NWA 世界ヘビー級王座に初挑戦した。同地区では、アーニー・ラッドやブル・ラモスなどの巨漢ヒールとも構想を展開しており、 ラモスとの構想は、髪と覆面をかけて戦うカベジェラ・コントラマスカラや、チェンデスマッチにまで発展している。なお、ロサンゼルス時代のマスカラスは、絶対的なベビーフェイスであったにもかかわらず、その斬新な覆面のデザインが、当時の日本ではキッカイとも映ったことから、日本においては、悪魔仮面などと呼ばれていた。1970年は、ロサンゼルスを一時離れ、 フリッツ・フォン・エリックが主催していたテキサス東部の NWA ビッグタイムレスリングに参戦。同地区のヒール軍団の主猟格だったジョニー・バレンタインをはじめ、キラー・カール・コックス、ボリス・マレンコ、ロード・チャールズ・モンタギュー、リッパー・シクナ、キラー・コワルスキー、トール・タナカ、サンダー・ボルト・パターソンらと対戦し、タックでは和風・マクダニエルやホセ・ロザリオとのコンビで活躍した。 1971年2月、日本プロレスのダイナミックビッグシリーズに初来日。来日第一戦となる2月19日の後楽園ホール大会において星野寛太郎をダイビングボディアタックで下し、センセーショナルな日本デビューを飾った。3月2日には、3月6日の前橋市大会では、チョキとの最初で最後のシングルマッチも行われた。 1973年10月からは、全日本プロレスに参戦して、ジャンボ、ツルダや、ザ・デストロイヤーと交渉部を展開。1977年8月25日に、田園コロシアムにて、ツルダの UN ヘビー級王座に挑戦した試合は、プロレス大賞の年間最高試合賞を受賞した。1970年代後半から1980年代前半にかけては、 サマーアクションシリーズなど夏場のシリーズに例年参戦しており、ドスカラスとの兄弟コンビでの変態飛行は全日本プロレスの夏の風物詩とも言われた。1979年8月22日には札幌中島スポーツセンターにてアブドーラザ・ブッチャーとのシングルマッチが実現。1980年9月12日の市の宮市大会では、 ハーリーレースの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦している。アメリカではニューヨークのマディソンスクエアガーデンにおける覆面レスラーはマスクを脱いで素顔で出場しなければならないという理不尽な縛りを1972年12月18日に素顔のザ・スポイラーとの対戦にて解禁、覆面を被ったまま MSG に登場した初の人物である。 北東部でもファンの支持を獲得し、1973年12月に、ペドロモラレスが、スタン・スター・ジャックに WW、WWF ヘビー級王座を明け渡した。あと、マスカラスが、スター・ジャックを倒して、新王者になるという、プランもあった。WWW WWF WW には1970年代から1990年代に、かけて、不定期に、 単発参戦しており、1978年には、当時の WWF ジャスーパースター、ビリー・グラハムに挑戦。同年1月23日の MSG 定期戦で行われたタイトルマッチでは、ボブ・バックランドがマスカラスのセコンドを務めている。3月20日の定期戦では、アンドレザ・ジャイアントダスティローデスと豪華トリオを組み、ケンパテラ、ミスター・フジ。 プロフェッサー田中組と6人タッグマッチで対戦。この試合は当時 WWF と提携していた新日本プロレスの放送局であるテレビ朝日のワールドプロレスリングにおいても中継された。同年4月25日のフィラデルフィアでの TV テーピングでは1984年にスタートしたビンス・マクマホンジュニアの WWF 全米振興サーキットにも アメリカでの主戦場だったカリフォルニアやテキサス、中西部地区でのショーを中心に出場。サムラーの愛、マイク・シャープ、タイガー・チャンリー、アレックス・スミルノフ、ジェリー・バリアント、レネ・グレー、ムーン・ドック・スポット、ビクター・リベラ、ルー・アルバーの、バディ・ローズなどから勝利を収めた。同年6月15日には、セントルイスのキール・オーディトリアムにて、SD ・ジョーンズをパートナーに、リック・マードック アドリアン・アドニスが保持していた WWF 世界タック王座に挑戦している。1987年8月28日には WWF がヒューストンで開催した同地区のプロモーターだったポール・ボーシュの引退記念工業においてティト・サンタナと組んでデモリッションと対戦した。1997年1月19日にはメキシカン人口の多いサンアントニオで行われた。 ロイヤルランブルにも出場した。アメリカや日本のみならず、ヨーロッパにも遠征しており、1974年10月には、西ドイツのミュンヘントーナメントに参加。同年8月に新日本プロレスでデビューしたばかりの、吉田光雄や、ローランボックと対戦した。カネックにレッグロックを仕掛けるミルマスカラス1986年6月の、全日本プロレス参戦を最後に日本マットへの、 登場は途絶えていたが、1990年代は、W.I.N.G.O. 道の区プロレスに来日。2000年2月にはバトラーツ、2000、その後も2009年3月の仮面貴族フィエスタ2009ミルマスカラスカレーナルゴールデンタイム伝説に来日、初代タイガーマスクとタッグを組んで、藤並達治グランハマダと対戦している。 2013年4月には女子プロレス団体のスターダムが開催したスターダムマスクフィエスタに出場した。俳優としても活動しており、これまで20本以上の映画に出演している。日本では愛と宿命のルチャがボックス東中野で公開され、TBS のシニア映画枠でミルマス・カラスの幻の美女とチャンピオンが放映されたことがある。 2007年には久々に主演作品見るマスカラスバーサスザーズテックマミーが制作、公開された。2011年10月16日、メキシコシティのパラシオでロスデポルテスで行われた WWE のスマックダウン収録に登場。2012年には WWE 殿堂に迎えられ、老いのアルベルト・デルリオが殿堂入り式典のインダクターを務めた。 2016年11月28日、東京グレンタイの後楽園ホール大会に来日。野沙は論外を挑戦者に、1975年以来、保持している、いわ世界ヘビー級王座の防衛に成功した。2019年2月19日には、ジャイアントババ没後20年追前工業に来日。ドスカラスと組んで、カズハヤシ野沙は論外と対戦し、 ダイビングボディアタックで論外からフォール勝ちを収めた。試合ごとにマスクを変えることから線の顔を持つ男と呼ばれた。リングネームはスペイン語で線の仮面という意味である。日本では入場時に試合用マスクの上から別のマスクをさらに被り、試合前にそのオーバーマスクを客席に投げてファンにプレゼントするパフォーマンスが人気を集めた。また、 全日本プロレス中継の視聴者プレゼント用にマスクを提供することもあった。別のマスクをこむるときは顔を隠しながら、顎のあたりからスルッとかぶり直す特技もあり、絶対に素顔をさらさなかった。g スピリッツボリューム5 9によると、父のフロレンティーノはサンルイスポトシにある銀採掘鉱山企業の役員を務めていた。母は学校の教師。 男9人、女3人の12人兄弟で、アロンは4男。兄弟では、実定のエルシコデリコとドス・カラスもプロレスラーであり、シコデリコは7男、ドスは9男である。彼には、1975年に亡くなった最初の妻との間に2人の息子と2人の娘がいて、1995年に結婚した2番目の妻とは2人の娘を持つ。全日本プロレスでは、 ドスカラスとの兄弟タッグ、マスカラスブラザーズとしての来日も多い。世界最強タッグ決定リーグ戦には1979年と1983年にドスカラスと組んで出場しており、1979年大会ではザファンクスやアブドーラザブッチャーザシーク、1983年大会ではスタン・ハンセンブルーザーブロディやタイガー・ジェットシ・シン 上田馬之助などのチームと対戦した。老いのドスカラス・ジュニアとシコデリコ・ジュニアは共にプロレスラーとなっており、ドスカラス・ジュニアは総合格闘技を経て、アルベルト・デルリオのリングネームで WWE にて活躍した。WWE 電動入り式典、CMLLNWA、ハリウッドレスリング NWA ビッグタイムレスリング、WCCW インターナショナルレスリング、 アソシエーションアリアンサラティーノアマリコナデルチャリブレ、全日本プロレスワールドレスリング、アソシエーションナショナルレスリングアライアンスワールド、レスリングエンターテインメント全日本プロレスで、使用されたのは映画主題歌としてのメインタイトルバージョンである。他団体参戦時にはアップテンポなシングルカット版も使われた。ありがとうございます。